グロスター・岬の戦いは、太平洋戦争中のニューギニア戦線における日本軍とアメリカ・オーストラリア軍の間の戦闘であり、1943年12月末から約1ヶ月間続いた。日本側の故障は、鶴部の戦い。この戦いは連合国の南西太平洋における主な作戦であるカートホイール作戦の主な戦闘であり、第二次世界大戦において、 ガダルカナル島の戦いに続いて第一海兵士団の2度目の上陸作戦であった。アメリカとオーストラリア軍の目的は日本がグロスター岬に建設した飛行場の占領及びその拡大にあった。これは日本軍の拠点ラバウルの孤立化を目的とした。またニューギニア島とニューブリテン島の間の海峡の通行を保障するためでもあった。 グロスター岬上陸の準備は12月15日に始まった。その日、アメリカ軍の第112騎兵連隊は南岸の荒上に上陸、日本軍の補給の妨害とともに上陸作戦のカモフラージュとした。アメリカの進攻に対し、松台はを率いる日本軍第17師団、及び松田指揮下の第65旅団と第51師団の一部が抵抗した。 松田の拠点はグロスター岬飛行場から8キロメートルのカリンギにあった。アメリカ海軍とオーストラリア海軍の援護、そしてアメリカ空軍とオーストラリア空軍の空襲のもと、上陸作戦は12月26日に正式に開始した。アメリカウィリアム・リュッパータス率いる第一海兵士団は、縁幕の中、イエロービーチとグリーンビーチに上陸した。上陸軍は、 沼地と密林に直面したが、日本軍の後方はしご隊にしか遭遇せず、上陸は成功した。松田主体は山中にこもって自給戦を行ったが、1ヶ月後、ラバウルへの転身命令が出て組織的な戦闘は、終結した。ラバウルまでの数百キロメートルに及ぶ転身は過酷な、もので多くの戦病死、合死者を出した。米海兵隊は1944年4月に、 結集した。ありがとうございます。